はい、今日はですね、最近食べ過ぎたなという時におすすめしたいですね、グリーンジュースを作っていきたいと思います。使う材料はですね、キウイ2個、リンゴ1個と、パセリと、ほうれん草ですね、1.5 カップ分使います。特にですね、キウイにはですね、タンパク質分解酵素のクチニジンが含まれますので、肉類だとか魚類ですね、消化に時間のかかるものを食べ過ぎたなという時の後におすすめです。